はい、バラのマサイト。結構時間が空いちゃったんだけど、あれよね、チャプターセレクトみたいなのが選べるように。そう、できるようになって。で、選べんのが多分、うん、今光ってる部分だけなんじゃないのかなっていう。そうだね、他のやつ、多分今やっても変わんないよみたいな感じなのかな。うん。金絞り公園。そう、ここから、こっちに行くよっていう。うんうん。この上のルートに行くこともあるよっていうので選択肢選ぶのがここってことだよね、きっと。だから、ようこちゃんが死なんかもしれへんみたいな。うんうん。ようこちゃんの死を未然に防ぐルートってことよね、きっと。かもしれんよな。いや、生きててほしいよ。ああ、やるか。行こう。行こう。これ初めからでいいのかな？途中からってやったらどうなんだろう。ぬ。ん？ああ、はい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 。どの辺から始めんのかってことか。その、パート2のどこからみたいな。え、もう覚えてないよ。最初からでいっか。最初からにしよう。午前1時台。沖江正吾。金絞り公園。ああ、ようこちゃんが生きてる。あ、お話しするところからだね。するところからか。うん。こんな深夜でも霊感云々の話を平気でするし、全く怯えてる様子もなくケロリとしている。でも実際に見たらめちゃめちゃ怯えてたよね。見たら怯えてたな。ねえ。単に度胸があるのか、慣れているのか、それともまさか本当に。あ、自分も怪異なんだよねみたいな冗談言ってたよね。あ、そうそうそう、言ってくるイランジョークな。そうだそうだ。イランジョーク。イランジョーク。まあ、周囲とかもた見つつ思い出すとかなんかな。うん。そうこうしている間に、いつの間にか深夜の1時を過ぎていた。なんだか少し寒気がしてきたけど、これはただ空気が冷たい季節になってきたからだろう。これもんもん一緒かな？全然わかんない。一緒なんじゃないかな？一緒か。と。そんなんあったっけかなって全然思い出せない。あー。でもなんか、あん時した会話と違うみたいな展開になってる可能性も。あるよね、全然ね。あるよな。で、ようこちゃんがさ、死んじゃった後に、この辺に鬼火がさ、出てたやん。うんうんうん。鬼火がもしかしてようこちゃんをね、殺したのかね。鬼火の銃、銃、はいはい、使いが。かしり主が、うん。うん。で、話すか。いやいや、冗談だよね。何が？ほら、今の。ようこさんは霊感がないと、姿が見えない類のあれってのは。もちろん冗談だよ。やだな。私が魑魅魍魎の類だとでも？あ、でもね、沖江くんの霊感が人類の生き延び。ほんとだ、これだ。ほら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 。こいつだ、殺してんの。なるほど。人類も生き延びレベルだってのはほんとほんと。うん。だからこそ、七不思議探しも手伝ってもらおうと思ったんだもん、実は。で、これ、スクロールここで止まっちゃうから見えなくなっちゃうよね。そう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 。うん。やっぱちゃんと人影やったな。そうだね。なるほど。一応確認だけど、ようこさんはそういうのが見える人ってこと？うん、まあね。私もモスコミュールくらいならいけるかな。その、霊感の強さをアルコール度数で例えるのはどこの文化なんだ？あ、信じてないね。まあ、それも仕方ないけど。ああ、近い。でも、沖江くんもさ、本当は見えてるんじゃない？いろいろ。見えてる？そういう例もあるよ。目に入ってても認識できてないだけなの。いや、まさか。後ろ向く？あー。まあ、ないんかな。勝手に分岐してくれんのかな、これは。どうなんだろうね。今までなかったタイミングで選択肢が出てくるとか。ああ。そういう感じなんかな。今んところはね、さっき、うん、さっきっていうか、その、一回目と同じ展開だよね。うん。モスコミュールって何と何混ぜるお酒なんだっけ？知らねえ。ジンジャーエールのイメージなんだけど、モスコミュールって。モスコミュールとは、ウォッカをジンジャーエールで割り、ライムを絞ったカクテルです。
ジンジャーエールだった。やって。ウォッカか。はぁ。美味しいイメージある。美味しそう。うん。なんで顔ぐるぐるってやった？いや、可愛いなと思って。すごいな、よく気づくな。え、マティーニは何のお酒？詳しくないで、カクテル。名前は聞くけど。うん、え、カクテルじゃないんじゃない？マティーニって。マティーニっていうお酒。いや、カクテル。お酒なんだ。カクテルなんだ。ジンベース。へぇー。ジンとベルモットで作られるショートカクテル。あ、なるほど。お酒とお酒混ぜてんのか。うんうん。だからアルコール度数上がるんだ。なるほどね。うわ来た。感じたね、沖家が。今なんかすごく変な空気が。気の病になっちゃった。沖家くん？どうしたんですか？ようこさん、今後ろ向いている。話しかける前に。うん。これが後ろだと思うんだけど。何もないんよな。そうなんだよね。何に気づけていないんだろう。うん。これ何？ゴミ。ゴミか。あ、押せ。押せ？押さん方がいいんじゃない？押したんだっけ前。うん、押したはず。そっか。あ、消えた。え、これで死んでたらもう知らん。あ、死んでないね。うん。うん。後ろに何かあるのか。嘘、いや、怯えてるんだよね。あ、諦めずに呼べる。呼ぼう。え、なんだ。呼び続ければ解決するのか。そうだ、諦めるな。でもこれだけ呼んでダメなんだから原因を探した方がいいんじゃん。うるさい、呼べ。何もない。陽子さん、陽子さん、しっかりしろ。こっちを見てくれ。大丈夫だ。何もない。大丈夫だから。陽子さん。おー、進んだ。進んだ。これ、気絶っていう形になったのかな？なったんかな？うん、死んではなさそうって思うけど。これもういらんやろ。お別れです。さよなら。よし、あ、なんか知らない。真っ黒。現世じゃなさそうな感じがするよな。うんうん。あ、そうか、セレクトモードだから、セレクト、え、チャプターセレクトだから、ここの画面かなんのかな、多分。うん。こっち行くしかねえだろう。うわ、世界が変わった。前回のあらすじ、突き動かされるような衝動のままに我を失った福永陽子を必死に呼び続け、何としてでも呼び覚まそうとする沖家翔吾。その思いは彼女に届くのか。後半へ続く。続く。はい、始めるぞ。まだこのパートは続くよ。金絞り公園。生きてる。あれ。ああ、よかった。気がついたか？あれ、私、大丈夫か？突然我を失うほど混乱していたようだけど。めまいとか、頭痛とか、肝の虫とかあったりしない？福永陽子さん。あ、これ最初にさ、
うん。陽子ちゃんがさ、おきえが目覚めた時にさ、言ったことじゃね？あ、言ってた。ね、めまいとか頭痛とか寒の虫とかあったりしない？おきえ翔吾くんって言ってたよね。言ってた言ってた。おわって、エモさを感じてしまった。ん？それなんだっけ？聞いたことある気がする。自分で言ってたやつじゃないか。覚えてるよ。ああ、そっか。じゃあ、カンノムシだったのかも、私。え？さっきのあれが？カンノムシでああなるの？うん。この年になってからのカンノムシは命に関わるって聞いたことあるからね。何笑っとんねん。嬉しそう。無事でよかったよな。うん。よかった。いつもの調子も戻ったみたいだな。そうだね。ごめんごめん。迷惑かけちゃったみたいだね。でも、何があったのか本当よく覚えてなくて。うん。俺の時と似た感じだな。なんか、この場所危険じゃないのか？中止！ああ、なんか危険を感じるし、陽子さんの具合も心配だ。今日の捜索はもう中止しよう。賢明な判断。うん。やだよ、せっかく乗ってきたところなのに。いや、ダメだ。タクシー代は出すからもう帰れ。それから俺は、ごねる陽子さんを半ば強引にタクシーに押し込んだ。これ、でも、呪詛玉を陽子ちゃんが持ったままってことかな？になんのかな？うん、そもそも持ってるのかな、陽子ちゃん。落ちてただけだけど。それでも、あまりにも彼女がごねるものだから。俺が一人でもう少しこの公園を調べてみるから、という約束をして、どうにか納得して帰ってもらった。なるほど。うん。呪詛玉はいつ手に入れんのか。あ、翌日。あ！だからその日のうちに終わらそうとしてたから、うん。一日で、まあ、物語は、その物語は終結したけど、うん。翌日があるんや。いやー、みんなに未来があるんだ。前回のあらすじ。異変のあった福永陽子を心配した沖家翔吾は、今日の七不思議捜索の中止を決めた。ごねる福永陽子を説得するため、沖家翔吾は一人でもう少し探索、捜索を続けることにした。明るいからやっぱ朝かな、うん、朝まで捜索したんかな。やりすぎやろ。午前5時台。やってそうやぞ。やってる。なんていい男なんだ。これ、あれじゃない？うん、案内に。続いてのニュースです。本日未明、墨田区の公園内にて倒れている男性を巡回中の警察官が発見し、通報しました。死んでる？はあ、男性は病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認され、警察はこの近辺で同時に発見されている複数の不審死と関連性があるとして調査を進めています。殺されているやんけ！ああ。パラノマサイト、高校に戻ってくるんだ。なるほどね。ファイル23、本所七不思議。わあ。ようやくオープニングが見れた。今まで序章の序章やったってことか。なるほど。こっから本編ってことやな。そうだね。まずそもそも、これが一つ目のルートだったってことだよね。全部含めてかな。うんうんうん。沖家翔吾が、それこそ溺死したみたいな話。うんうんうん。一番最初のところに繋がんのかな。ね、案内人が、おー、ネタバレ言っちゃったよ、ごめんにーって言ってたやつね。だからそこまでの、回想みたいな感じなんか、いわば。うん。そうかも。何をして、その溺死してしまったのかみたいな、うんうん、教えてくれただけやもんな。どうもお疲れ様でございました。
これにて沖家正午編終了でございます。はあ。エンディングではございません。むしろここからがようやく本編です。そのようですね。さっき実績解除が出ましたもん、右下に。なるほど。序章をクリアしたって序章やったわ。序章をクリアしたみたいですね。これより新たに3人の主人公のルートが解放されます。3人。あ、はぁーはぁー。息子を誘拐事件で亡くした女性、シギマハルエ。はい、シギマハルエさんって言うんですね、この人。名前教えてくれへんかったのに。ね。あ、やったやったやった、テソちゃん警察官の殉職事件の捜査をする捜査一課警部、堤哲夫。哲夫ちゃん主人公、嬉しい。ってことは、呪影持ってるのかな？持ってんのかな？あ！不審な自殺で亡くなった親友を蘇らせたい女子高校生、坂崎やっこ。やっこ？おー、すごい名前、かわいい。いずれも、蘇りの秘術を求める、よんどころのない事情を抱える者たち。これらの物語を追うことで、ようやく今回の事態の全貌が見えてくるかと思います。それでは続きをお楽しみください。ケルベロス様。あ、そうでした。私ケルベロスでした。わ、すごいすごいすごい。あー、で、あれか。いるわ、帰りした。帰りしたと出会ってる。で、全貌検証。誰やったっけ、口むってなるやつな。エリオジュン。エリオジュン。そうだ。こっくりさん、うわ。面白そうなことやってる。誰からやる？いや、誰からやる？哲夫ちゃんはちょっと私最後に残しておきたい気分。推しだからね。ジュソダは持ってないにしても、なんか最後の方に置いときたい感はあるな。うんうんうん。カイリヒター、リヒター、まあ、一番上からやるか。でも一番わからんのってヤッコちゃん。確かに何もわからないで死んじゃったもんね。ヤッコちゃんにする？ヤッコちゃんでいいんじゃない？学校怖いなぁ。また学校で別に七不思議があるっていう話前回もした気がするけど、ありそうだもん。やるか。男の人あんま出てこなさそうやし。確かに。今まで散々ズッキーやってたからなぁ。沖江翔吾が終わったから、沖江翔吾出てくることないんちゃう？あー。もしかしたら。そっか。沖江翔吾、これ、結局ルートさ、ここの二分しかなかったからさ、どうあがいてもここの未来からは抜け出せないってこと？なんじゃないのかな。あやー。それか、ケルビロスが、うん、沖江翔吾に帰れってこう、指示を出すぐらいしかないんじゃない？お前も帰れって。確かに。ああ、じゃあ、ここからは私がモノローグとか全部やることになるんだ。じゃないかな。そっか。いや、鉄道の時はもしかしたら俺かもしれんけど。いや、鉄夫ちゃんの時はもうズッキーに任せよう。こっくりさん、坂崎やっこ、投身自殺をした友人を蘇らせたいと願い、蘇りの秘術を探す坂崎やっこは、その情報を得るために、同級生のクロスズ・ミオと共に深夜の教室でこっくりさんを試みるのだった。あ、ミオちゃんってそういえば言ってたね。言ってた気もする。ミオちゃんごめんみたいなこと言ってた気がする。やるか。やろう。はい。坂崎やっこ、午前0時台。駒形高校。いや、いいよな、深夜の学校。実際行きたくはないけど。実際、絶対行きたくない。あ、ミオちゃんだ。ミオちゃん、やる？ズッキー。私がやる？どっちでもいいけど。でもろて。あ、わかった。できたよ、準備。じゃあ、始めるね。覚悟いい？
やっこちゃん。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと怖いかな。ちょっと待ってもらって。いやー、やっこちゃんを私どういう風にやってたかを忘れました。短かったしね。うん。うん。ごめん。ちょっと待って。うん。初めてだと緊張するよね。そんなに怖いことはないから、落ち着いていこう。みおちゃんは慣れてると。なんかね、オカルト部とかなんかな。うん。ありがとう。いいよ。高校生、坂崎やっこ。人物リスト。ああ、見とくか。一応見とこう。そうだね。坂崎やっこ。女、高校生、受営はてな。じゃあ、ここ好き読んでもらおうかな。都立、駒形高校2年 C 組に通う女子高校生。幼馴染の同級生、白石道代が自殺したことにどうしても納得できず、独自に調査をしてみたが進展がなかったため、藁にもすがる気持ちで転校生の黒鈴美桜をこっくりさんに誘う。転校生、ほう。転校生に。生まれも育ちも、墨田区本所という、チャキチャキの江戸娘で、昭和初期から親しまれてきた、駄菓子店、千の屋。はあはあ、千の屋。の三代目。しとやかそうな見た目に反し、竹を割ったように、明朗快活な性格で、義理と人情に厚く涙もろい。やや短気で喧嘩っ早いところもあり、特に身内や友達に危害が及んだ時には、どうしても放っておけず、私の目の暗いうちは、好きではさせないよとすぐ短歌を切って、割って入っていくが、実は単にお祭り騒ぎが好きで、首を突っ込みたいだけの可能性もある。幼い頃から、生意気な男子と喧嘩しては勝ち続けてきたというそのたくましい腕っぷしに、彼女の母親は今日も嘆きを隠せない。なるほど。女の子なんやからっていう心配もあるんかな、うんうんうん、お母さん。こんくらいのでもチャキチャキしてる方が私は好きだけどな、うん、チャキチャキの江戸娘、うん、私の目の黒いうちは好きやさせないよって。いや、これ聞くとちょっとやり方変えたくなってくるが、人物知るとな。うんうんうん、なるほどね。はい、高校生伝わるんじゃないかな、okay。 うん、では始めます。あ、これがこっくりさんの文字盤。これを使ってやり取りするよ。まずは上に置いてある10円玉に一緒に指を置いて。あ、置くのね。はい、置いた。こう？うん、そうそう、力はできるだけ抜いてね。じゃあ詠唱行くよ。私に続いて同じように言ってね。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。はい。え？こっくりさん、こっくりさん、コリックさん。これ間違えたら死ぬかな。死にそう。死んでみたいなぁ。こっくりさんでふざけんのよくないからな。ねえ、よくないって言うけど。コリックさん。コリックさん。こっくりさん、こっくりくん、こっくりはん。こっくりはん。こっくりはん。どうぞお越しください。どうかおいでください。どうかお越しください。どうぞおいでください。一番下が正解やな。あ、これが正解？うん。もう全部、どれだったか分かんなくなってた。じゃあ、どうかお越しください。コリックは、コリックさん、こっくりさん。コリックさん、こっくりはん、どうかお越しください。ちゃんとやる気ゼロやん。ちょっと違う。全部違う。あれ？落ち着いて、もう一度行くね。あ、いいんだ。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。はい。許された。ちょっともう一回間違えていい？うん。同じかな、全部。こっくりくん、どうかおいでください。こっくりさん、こっくりくん、どうかおいでください。ちょっと違う。無限ループだ、これ。落ち着きなさすぎやろ。こっくりさん、
こっくりさん。あれ？どうぞおいでください。だよね？さあ。え？こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。うん、いいよ。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。どうなる？ああ、動いた！本当に動いた！無事に来たみたいだね。じゃあ質問しても大丈夫だよ。うん。質問。最初は答えを知ってる質問で少し様子を見て。いけそうなら本当に知りたいことを聞くのがコツだよ。わかった。それじゃあ簡単な質問から。ああ。あなたは本物は簡単ではないな、うん、ここはどこでしょう。駒形高校、この子の名前は、私の名前はこの辺だろうな、うん、下2つかな。うん、じゃあ私の名前はかな。これは分かりきってると思うけど、こっくりさん、こっくりさん、私の名前は何でしょうか。動くかな。あれ、どうしたの？様子が変だね。いいえ。知らんの？へえ。いいえって言われちゃった。ああ、わからないってことかな。こっくりさんといえど、何でもかんでも答えられるわけじゃないから。本当に大丈夫なの？このこっくりさん。はい。かわいいかもしれない。大丈夫だって。なんか調子いいな。じゃあ名前系はわからないかもしれないね。じゃあこれか？あなたは本物？って言って、はい、いいえ。いや、ここはどこでしょうとかじゃない。聞いてみる？駒形高校って言えるのかな？ただ呼び出されただけでは、私ここどこだかわかんないよ、みたいな。感じかもしれない。あなたは本物。とりあえず聞いてみるか。うん、はい。こっくりさん、こっくりさん。今いるこの場所は、どこですか？お、ああ、わかってた。こ、う。高校。こ、う。まあ、間違いない。こ、う、こ、う。高校、合ってる！割と大雑把な回答するんだね。確かに。確かに。あ、でもチェックついてないから。まあ、繰り返しはできんのか。できるっぽいね。一回この子の名前は聞いてみてもいい？うん、じゃあ、私の向かいにいる、この子の名前は何でしょうか？え？ミオ。わかるんじゃん。ミオ、合ってる。なんかずるい。ミオちゃんの名前は分かってるんだ。確かに。しかも、ちゃんとくっつきの王だった。うん、嬉しい。お、霊感少女。クロスズミオ。霊感少女なんだ。あ、見とくか。よろしく。2ヶ月ほど前に、都立駒形高校の2年 C 組に転校してきた少女。極めて温厚な性格だが、そこはかとなく漂う暗めな雰囲気が若干気味悪がられて、あまり友達はできていない。同じクラスの坂崎やっこだけは彼女にも気さくに接してくるので、少しだけ話をする間柄になっていた。実はとある高名な霊能力者の弟子、優れた霊感を持っているため、首都圏各地の学校内で巻き起こる様々な霊障を騒ぎになる前に秘密に解決するという面倒な役目を担っているため、いくつもの学校を転々としている。すごすぎるだろ。じゃあこの駒形高校に来たのもそういう目的ってことじゃないかな。その霊障が起こってるから止めるために来ている。まあそれが何なのかって話をな。でもそれでこっくりさん一緒にやるってどうなん？大丈夫か？こっくりさんがやっこちゃんを認識できひんのはそれが原因やったりとかな。はあ。するんじゃない？なるほど。知らんけど。霊障のせいってこと？とかもありそうな気はするけど。
一つの学校に馴染む前に転校してしまうことが多いため、人間の友達がなかなかできないのが悩み。人間の友達な。霊感すごいから、霊の友達はいっぱいおると。いるんだろうね。ここ、駒形高校でも、すでにある女子生徒に霊がついていたトラブルを解決している。霊化については隠しているはずなのに、どういうわけか第一印象でオカルトや心霊に詳しそうだと言われることが多く、その度に何かバレているのではないかと内心あたふたしている。よく言われる第一位は、カラスや黒猫と仲良さそう。すごい、私たちが思ってる以上に不気味なオーラを放ってるのかな。なんかカラス、そんな感じしないけど、不吉がられているけど、なんか太陽の象徴とからしいけどな。カラスって。別にそんな悪い意味じゃないって聞くよね。うん、私、ズッキーカラス好きなんでしょ？カラス好きよ。頭いいから。かわいいからな。頭いいしね。うん。そうだよね。先生ですらよく間違えるもんね。やっぱりミオちゃんはこういう心霊的なものから好かれやすいんだね。それは、なんか微妙。ああ、これでチェックつくんだ。懲りずに聞いてみようか。もう一度聞いてみよう。私の名前は何でしょうか？いいえ。今度は迷いなく否定したね。チェー。ああ、終わりか。じゃあ、あなたは本物？こっくりさん、こっくりさん。あなたは、本物のこっくりさんですか？いいえ！違うって言われたけど、詐欺？みおちゃんについてる霊が、いたずらしてんじゃないの？こっくりさんじゃないのか、じゃあ、これ。実は、こっくりさんっていうのは、この盤上だけでの仮の呼び方なの。実際は、その時の土地とか人に結びつきの強い霊。ああ、じゃあもしかしたらそのなんだっけ、白石ちゃんだったりする？ああ、やとしたらでも、やっこと友達やからさ。うん。だからそっか、知らないわけないな。うん。言ってしまえば、たまたま近くにいた霊が気まぐれで答えてくれてるだけだから。そうなんだ。自分がこっくりさんだという風にはあまり思ってなかったりするの。そういうものなの？なんかちょっとロマンが薄れちゃった気もするけど。でも今後もこっくりさんって呼んでいいのかな？はい。かわいい。あ、はい、わかりました。なんかわざわざありがとうございます。うん、お礼は大事。資料が更新されました。こっくりさんはそのこっくりさんっていうのが明確におるんじゃなくてってことよな。多分その説明なんじゃないかな、うんうん、だね、これはね、うんうん、あ、でもなんか違う。読んどこ。オカルトブームにも乗って少年少女の間で流行している占い。机の上に文字列や数字を並べた紙を置き、効果の上に指を置いて占いたいことや質問すると、呼び出した霊が効果を動かして返答してくれるというもの。西洋の降霊術が日本に伝わり変形していったものと考えられる、うんうん、占いとはいえ、その儀式めいた行為によって催眠状態に陥ったり、自己暗示にかかった結果幻覚を見たり、何かに憑依されたような状態に陥ったりしたという事例もある。はあ、なんでこっち落ち行ったりっていうルビ振ってんのに催眠状態に落ち行ったりはなかったやろな。ほんとだ。先にこっちにあった方が読みやすいかもしれんな。うん、実際に発作を起こして倒れる者が出たり、深夜に行うために校舎に忍び込む者が現れたりしたため、学校によっては禁止令が出るなどの社会問題となっている。あー、まああんまやるなって確かに言われてたかもしれん。禁止令までは出てなかった気がするけど。じゃあ、そろそろ、本気の質問言ってみようか。うん。こっちも気になるな。気になるな。まあ、こっちが本題だから、うん、先にこっち聞いちゃおうか。こっくりさん、こっくりさん。
ミオちゃんの好きな男子は誰ですか？え、そういうやつ？いや、ほら、コックリさんの定番だし、やっぱ気になるから。いやいやいや、やめようやめよう。いいえ。あれ、いいえだった。いないってことかな。でもやめようやめようって。絶対ミオちゃんが動かしたな、これ。え？そうだよね。好きな人絶対いると思うけどな、ミオちゃん。おるんじゃない？うん。うん、そうそう。いない、正解。次行こう、次。あ、もしかして。コックリさん、コックリさん。その相手はうちの男子ではないってことですか？なるほど。ああ、なるほど。わお！え、ちょっと、コックリさん、払うよ！となると、まさか、コックリさん、コックリさん、その相手は、うちの学校の先生とか！あ、違う。おー。違ったか。やっこちゃん、それもうやめよう。わざわざ夜中に忍び込んだのに、そんな質問で時間なくなっちゃうよ。それもそうだね。遊び心を忘れない。じゃあ、みちおちゃんの死因かな。じゃあ、行くよ。こっからが本ちゃんね。うん、お願い。こっくりさん、こっくりさん、みちおちゃん、同じクラスの白石みちおが一週間前に飛び降り自殺をしたのですが、本当に自殺だったのでしょうか？あ！いいえ。やっぱり違ったみたいだね。でも、これは当然だよ。私最初から信じてなかった、私最初から信じてなかったし。やっこちゃん、落ち着いて。肝心なのは、ここから。誰がやったのかとかが。うん。うん。人物リストが更新されました。人物リスト？白石みちお。のことか。うん。ああ、白石みちお。かわいい。都立駒形高校の2年生だった少女。1週間前に南見割下水通り脇の裏路地にて、全身挫滅の状態で死亡しているのが発見され騒ぎになった。挫滅？挫滅？って？挫滅とは？とは？調べよう。挫滅とは、外部からの衝撃や圧迫によって内部の組織が破壊されること。らしいです。なるほど。圧迫。圧迫っていう感じみたい。挫滅のことは。なるほどね。うん。警察により隣のマンションから飛び降り自殺だと判断された。遺書はなかったが、同校生徒への聞き取り調査により得られた道夫の生活事情を勘案した結果、そのように処理された。あ、まあ家庭事情とかも結構複雑やったんかな。みたいだね、なんかね。まあだから、まあ、それが嫌になってとか飛び降りたって考えられたってことか。しっかり者で成績も良く、先生から好かれる優等生。おとなしそうに見られるけど、根はとても前向きで気丈な性格。坂崎やっことは幼馴染で、昔からよく一緒に遊んだ中、自分を曲げない強気なところはやっこの影響も大きかったが、実は内に溜め込んで無理をしているだけの場合も多く、表面に出せないまま、表面に出せないまま明かせないことが積み重なっていた。3年ほど前に父親が事故を起こして死亡し、引っ越しをして以来どことなく道夫の方からやっこを避けるようになっていった。引っ越しといっても同じ区内で同じ高校に進学できたものの、だんだんと付き合いは減っており、やっこ自身はガサツ者の自分とは合わなくなったのかと不安に思いながらも、道夫の家庭の複雑な事情については深く踏み込めず距離が空いていった。道夫もやっこにだけはいつか知ってほしいと思いつつも、全てを打ち明けることはできないまま次日が過ぎていた。父親の形見である古いお守りを常に持ち歩いている。お守り。お守りが呪詛玉とかな。かなぁ、ぽいよね。でも呪詛なしって書いてあるな。呪詛なしか。なしだったな。
でも呪影なしが存在するからさ、もう、うん、あるな、呪影ハテナは持って、いやー、その判断でも違うんか、違うかな、まあ、そんな呪影あるってなっちゃうからな、うん、ね、本庄七不思議って言われてるぐらいで、うんうんうん、なんで避けるようになっちゃったんだ、そうよな、うん、事故で亡くなって以来、それに関して気まずくなって距離を避け、ん、距離を空けるようになったというよりかは、いつか知ってほしいと思いつつっていうのは何か別な他のことがあるのかな、な感じはするよな。ね。いや、こんなに可愛くて、なんか優等生で先生からも好かれてるいい子がどうして、あ、まだ聞けるね。こっくりさん、こっくりさん、みちおちゃんが死んだ原因は事故死ですか？あ、事故、事故、はい、だってやっぱり自殺じゃなくて事故だったんだ。白石さん、じゃあ、あのマンションからうっかり転落したってこと？違う。え、違うの？どういうこと？みちおちゃんはマンションからの転落死じゃない？マンションの屋上で死んで落とされたのか。なるほど。それこそ呪詛玉の力、うん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 、で挫滅させられて落とされた。それか、その呪詛の力によって死んだ後に普通にその落とされたから、あ、その衝撃で破壊されてってことか、じゃない、まあ見せかけるためよな。うんうんうん。そんな、それが本当なら、どうしてマンジョン、ま、マンジョン？マンションの裏の路地にあんな状態で倒れていたの？転落じゃない、事故？こっくりさん、こっくりさん、あの日、みちおちゃんに何があったの？迷ってる。そんなこと聞かれてわかんないよ。あれ？こっくりさんですか？そこまではわからないみたい。ああ。よみがえりの秘術の場所は。それじゃあ、こっくりさん、こっくりさん。私たちは噂のよみがえりの秘術で、みちおちゃんを生き返らせたいんです。よみがえりの秘術がどこにあるか知っていますか？どうだろう。あ、いや、あ、いや、あ、あ、あ、よみがえりの秘術。こっくりさんが、え？ああ、びっくりした。やっこちゃんが叫ぶ前に私が叫んだ。あ、なにこれ、やだ、みおちゃん怖い。落ち着いて、途中で話しちゃダメ。なんて言ってる、やめて、聞こえる、苦しい、苦しい、お囃子、お囃子、おとぎ話、あ、おとぎ話、うん、うわぁ、深く悲しい恨みの記憶が頭に入り込んでくる。でもおとぎ話、あ、バカ林だ、バカ林を聞いたものを、うん、奈良の奈落の底に落とす、お囃子感じゃん、だね、お囃子だね、うん、殺せ、これ好きやって、殺せ、殺
この音を聞いたやつをみんな殺せ。呪詛玉バカ林の呪いの力で呪影の発する音を30秒間聞かせた相手を呪い殺せるようになりました。ただしその間に自身の姿を見られたら無効。音を発したいタイミングで呪詛行使ボタンを謳歌してください。はあ、姿を見られたら無効。はあ、見つかってない状態で聞かせないとあかんか。バカ林の BGM 聞こえる。なんか、うん、なるほど。資料が更新。おー、バカ林の資料。牛島に下屋敷を構えていた藩主が遭遇したという回。自宅のそばを歩いていると神楽林の音がどこからともなく聞こえてくるが、人に命じてその出所を探らせても割下水付近で音は消えてしまい、どうしても突き止めることができなかったという。この不思議はたぬき林とも呼ばれ、その名の通りタヌキの仕業であるとする説も多く広まっている。あ、これはもともとあったやつか。うんうん、でこれだね、ジェソと呪いの力。ここだ、恨みの記憶。高く組み込まれた祭り櫓、ようやく巡ってきた晴れの舞台におみよの胸は高鳴った。踊り子に憧れて一座に入り、気づけば目も出ぬまま何年経ったか。器量は今一つで腕もお粗末、かしましい性格も幸いして、いらぬ噂を流して、かしましい性格もお粗末して、いらぬ噂を流した恨みを買った。そんなおみよが何故と人々は勘ぐった。どうやってお上に取り入ったとそしる者もいた。構うもんか、せっかく掴んだ機会、私はこれで顔を売るんだ。上等な着物に顔を隠すおかめの面、お膳立ては十分だ。お囃子が流れ始めた。ここをセントと踊るおみよの前に喝采が湧き起こる。興奮と熱気で息が上がってきた。少し息を整えようか。おかしい、面が外れない。ツンと鼻をつく三河の匂い。そうか、そういうことか。話がうますぎると思ったんだ。悲鳴も囃子にかき消され、もがき苦しむのが関の山。今日のおみよは気合入ってるね。こっちも負けてられないよ。祭りはますますか気づく。違うんだよ、どうか助けておくれ。のたうち回り、ついには櫓から転げ落ちた。ようやくお囃子が止んだ時、すでにおみよの真の像も止まっていた。三河ってなんかあれかな、接着剤みたいな感じかな。三河ジェラチンって出た。三河どういうことゼラチンには接着効果があるのかな。画面と絵の具を接着するものとして重要な材料です。接着剤の、そうだね、顔に張り付いたってことよな。うん、でお面が外れなくて、うんうんうん、それのせいで息が苦しくなって、まあ、呪いもあるんかな。いや、恨みになっただけで、お面に、うん、その空気出すところがなかったとか。ああ、うんうん、だって興奮と熱気で息が上がってきたから息を整えようかって、その呼吸が多分うまくできひんのやろうな、うんうんうん、このお面ではだろうね。なんかマスクしながら走ってるみたいな。うんうんうん、うんうん、ちゃんとうまく呼吸できひんから外したかったけど、三河が張り付いてお面が取れへんくなって、そのまま呼吸止まって、うんうん、亡くなったってことやな。これはそのお上がやったのかな、それとも、まあ、どうやってその一座のお上に気に入ってもらえたのかみたいな感じやろうな。うん、私はこれで顔を売るんだ。上等な着物に顔を隠すおかめの面。話がうますぎると思ったんだって言ってるから。ああ、やからおかみか。そうだね、多分、うん、もうお前は邪魔だと、うん、お前のようなやつはもういらんと。
測られたってことですな。ってことやな。うんうんうん。なるほど。こりゃあまあ、でも性格が何あったみたいだからな。ドス黒い粘液のような重苦しい殺意が私の魂に侵食してくる。だから、うん、あれよな。さあ殺せ。こっくりさんやってたのが、うん、このお面に残った霊というか。ああ、おみよだったんか。おみよなんじゃないのかな、うん、なるほど。聞こえるか、貸し入り主よ。よみがえりの秘術を求めし貸し入り主よ、呪い殺せ。おみよとみよ、おみよとみよと関係あんのかな。みちよとやっこ、おみよとみよとみちよとやっこ。ちょっと今良かったな、語感が。おみよとみよとみちよとやっこ。あー、そっか、毎回ここに戻ってくるから誰のやつでも進められるっちゃ進められる、うん、ちょっとずつ進みようと思ったら進められるって感じなんか、うん、でもやっぱ見たらやっちゃいたいよね。そうね、うん、続けてやってもいいと思う。 OK。